坂上忍さんです。よろしくお願いします。はい、どうもお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、あるとするならば、はい、うちの母がですね、毎月毎月ファックスなんですけど、はい、手書きで経費十何万とかって書いてくるんですよ。なるほど。それが毎月毎月ちょっと微妙に値段が上がってってるので、なるほど、明細もないですから何の経費かわからないので、お母様から経費精算が来る。それを会社から払うことできないんで、はい、僕のポケットマネーから払っているところがちょっと問題があると思いますね。わかりました。何で増えているのかちょっとお聞きしたいという。わかりました。ぜひリーブ・シュレーバーさんにお願いしたいなと。あ、お願いします。あ、拍手なんてもう大丈夫です。大丈夫です、はい。まあ、お仕事もすごく大事にしていますけど、やっぱりワンちゃんが大事なので。そうですよ、はい、ワンちゃんと一緒に散歩する女性も大事ですよね。出た出た。もしかして俺が今振っちゃったんですか。ナイスですね。ああ、いやもう、はい、まだ振られてないですよ。あ、振られてない。はい、振られてないです。一緒に散歩に行く時間はありますか。いや、たまに行ったりしますよ。今朝は今朝、またもう一緒に行ってない、一緒に行ってない、はい、行ってないです。あ、昨日も行ってない、はい、一昨日は何日前だっけな、3、4日ぐらい前は、まあ、頑張ってくださいっていうことで振られてはいないので。男のけじめとして、はい、あ、出た出た、男のけじめ発言。いや、まだでしょ。結婚いいんですか。いや、なんで結婚させたがんの。それがよくわかんない。じゃあ、なんかそこは西川先生が邪魔してる。出たいや、違うんですよ。あのね、昨日ね、サンデージャポンという番組に出させていただいて、やっぱりもう電話番号とか聞いた方がいいのかなと思って、番組が終わった後に聞きに行こうかなと思ったんですよ。そしたら、アッコさんが TBS に入っていらっしゃって、ご自分の番組があるで、あっと思ってご挨拶に行かなきゃと思って、アッコさんの楽屋にご挨拶に行ったんですよ。で、俺は西川先生と電話番号を交換するつもりだったのに、アッコさんにお前の電話番号何番だって言われてアッコさんと電話番号を交換することになっちゃったんですよ。なっちゃいましたね。まだ交換してないです。実際どうなんですか。え、いや、全然電話番号交換できますよ。それ、エステションの方 OK ですか。いや、 OK でしょ。飯食い行くぐらい全然大丈夫ですよ。特別なのはそちらですもんね。もちろん、もちろん。でも、はい、西川さんと大人の関係になるってことです。え、何その可能性あるんですか。え、大人の関係、うん、可能性あるんです。いや、それはねえ、いや、これどっちで言ったのか。いや、僕あんま経験値がないんで、こういう場合どっちがいいですか。いや、発言として、うーん、面白くしてください。悪魔みたいな人だよ、本当に。次第に明かされていく親子の過去、そして浮かび上がる壮絶な因縁、スキャンダラスなハリウッドの闇をハードボイルドに描く全米大絶賛の野心作「スーパードラマ TV」に登場。レイドノバン「ザ・フィクサー」3月14日夜10時、独占日本初放送。